はい、こんにちは。ゲーム動画でいこうです。セブンスリバース、また続きをやっていきたいと思います。はい、本日、収録当時12日なんですけど、トレジャーハントに続きまして2つの、イベントが追加されました。1つがメダルコレクション、砂漠に時折出現するキラッと輝く謎のモンスター、そのモンスターを倒すとレアなメダルが手に入るという、とで一説には時を超えて現れた古代生物と言われているが真偽のほどは不明である、このレアなメダルというのがあるみたいですね。これかメダルコレクション、すでにかなり確保してますね。パーティーメガネ、パーティーメガネ持ってたような。それではですね、そしてもう一つがイアリー降臨、イアリーという敵がいるみたいですね。でイアリー装備っていうのがあるんですね。でイアリーは巨大な目を持ち、青い目を持ち似たものを石化してしまう能力を持つ。で、その青い目の眼球は希少性が高いと、宝石みたいだと。で闇市場では非常に需要が高い物品だということで、かなりの価値があるみたいです。さてこの2つのイベントなんですけど、本日12日の11時に追加されました。18日の23時59分までが、イヤリー降臨、メダルコレクションは、翌19日いっぱいまでですね。というわけで先にイヤリー降臨を、したいと思います。初回クリアは消費スタミナありませんので早速チャレンジしてみたいと思います。おっとニョッキ、エースタルニョッキがまたなんか転校してレベル70まで上げましたね。尊重ランクも199ってどんな強さだ。まず出発です。ニョッキさん力は変わってくるんだろうかな。ピカピカさんもなかなかです。なかなか強いですね。なかなか助けられてますよ。力強い。このジーザスさんも相当の火力持ってますね。これが、ね、イアリーというボスみたいです。お、本当に石化しちゃってる。弱点をつき眼力を奪うと石化を解除することもできる。ニョッキさん強すぎ。4万って逆に言うとニョッキさんが石化されるとちょっと面倒くさいことになるかもしれない。これがイヤリーの核という貴重なアイテムなんでしょうか。おっとしまった。どうも射撃と射撃とですね、レンジャーを加えて射撃でダメージを与えないといけないみたいです。となるとどっちかを変えよう。レンジャーを選んで、アマンドさんという人がいますね。ヒトミーさんもいいかもしれない。アマンドさんに
しました。試合機弓を持ってますね、すでに。本当にまあ。さあ、再びバトルです。シーリさんも強いです。さあ、武装対決。また一発で倒しました。こんな感じで、今度は完全クリアでしょう。はい、OK です。でルート2、目には目を、を行ってみたいと思います。今度はプリーストですね。そちらへチェンジです。アマンドさんはお疲れ様という感じですね。ニョッキーさんがプリーストなんだ今。まあもう一人プリーストを打ちましょう。しかし力あるプリストってすごいなぁ。仲間のおかげで次々と倒していきます。おー、シーリスさんが石化した。おーっと、引き込みは眼力を失って弱化している。目がぶっきりですね。倒しました。まだまだいけそうです。今度はニアリーの立派な核という格上のアイテムが現れましたね。はい、見事にコンプリートです。レンジャー射撃という必要があるみたいです。ピッチャーさんもいいんですけど、やはりレンジャーということで、ヨミさんがいましたので加わってもらいました。あれ、これ射撃じゃないんじゃないの？今ダイヤモンドダストを下に、アイテムが現れました。さあ、ニョッ
気さん一気に、さすが一匹強くなってますね。おっと、メテオまた2回攻撃です。ちょっとくる、時間はかかりましたけど倒しました。射撃、あ、射撃でダメージ与えてるか。さらにルート4、いきます。今度はまたプリーストで光属性ですね。プリーストは持ってるんで、一応お任せ編成してみましょう。でニョッキさんが残ってます。メシコさんとスティルさんですね。ちょっとこの雑魚的に強くなってない？攻撃熱いです。ちょっと力が違いすぎますね。さていよいよボスです。はい、対面戦闘に加わります。メシコさんが多分ですね。弾力を失い動けなくなっている。相手は弾力回復しちゃいました。気をつけないといけないです。おっと、なんかちょっと良さそうな宝箱が出てきたぞ。何でしょう。おっと、さらにレベルの高い角が出てきました。さあ最後ルート5です。もっと敵強くなってくるとは思うんですけど、今度はプリーストとレンジャー両方加えないといけないです。レンジャーはセキュリティさんがいますね。はい、ご覧のようになってます。さんです。このぐらいは難しくないって言ってみましょう。ブラインドアタック、
ルート5の敵は強いですね。さあ、いよいよラスボスです。あ、ニョッキさんが石化してしまいました。ここは頑張りどころですね。32万ありますね。さあ、メキこの結構なかなか強い。メキコさんが倒れました。復活させます。まだニョッキさん戻ってこない。結構面倒ですね、これ。貫禄が強まった。いけません。おっと、やっぱり持ってると強いです。さあ、チャンスです。攻め毒ですね。チャンスですよ。あ、ここでさすがにチェーンが溶けました。チェーンをつなげていきます。あと68,000、もうちょっとですね。さすがに強いわ。なかなか近いよ。あー、やばい。ニョッキーさんまた石化。
強い。ヌッキさんをまず戻します。いや結構これは強敵ですね。速度を上げて強くなってます。さあこれでとどめか。ようやく倒しました。しかし強かった。マルギンレベルアップです。残念ながらコンティニューしてしまったので、うまくいきませんでした。というわけで、イアリー降臨を、プレイしてみました。いや、ルートが上がるごとに格段にこれまでのイベントと比べて強さの、アップが格段に違ってますね。ルート1がすごく略称だったから、油断してたらルート5では相当やられてしまいました。なかなかを強敵でした。はい、次回はメダルコレクションの方を行っていきたいと思います。また次回もご視聴よろしくお願いいたします。いつも通りブログ、ツイッターなどよろしければ見てください。またですね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。最後に関連動画、関連している動画のプレイリストも、掲載いたしますので、よろしければ見てください。それではまた次回、ゲーム動画でいこうでした。